バーツラフ・ピフル1805年1月23日ウィーンは、ボヘミア出身の古典派音楽の作曲家、学長、バイオリン奏者、声楽家、文筆家、オーストリア帝国で活躍したため、ベンツェル・ピヒルというドイツ語名を残した。地元のカントル、ヤンポ・コルニーより、最初の音楽教育を受ける。 1752年から1758年まで、ブレズニチェのイエズス会系神学校に学びながら、聖歌単員を務める。プラハに出て、バイオリニストとして、イエズス会系のセイバーツラフ上級人学校に、勤める傍ら、プラハ大学で、哲学、神学、法学を収める。1762年に、ティン教会の主席バイオリニストに就任しながら、 教会オルガニストのヨハン・ノルベルト・ゼゲルに大応法を指示。1765年に作曲家、カール・ディッタース・フォン・ディッタースドルフに認められて、オラデアのアダム・パタチッチ大司教の施設オーケストラにバイオリニストとして入団。この楽団が1769年に解散されると、プラハのルートビヒ・ハルティヒ伯爵の音楽監督に就任した。1770年頃に、 ウィーン宮廷歌劇場管弦楽団の首席バイオリニストに迎えられる。皇妃マリア・テレジアの推薦状を得て、ミラノ大公、フェルディナンド・デステの音楽監督に転身し、1777年にイタリア入りして、1796年にフランス軍がロンバルディアを侵攻するまでその地に留まった。その後は、ウィーンに戻って、同大公の没年までその宮廷に出資した。 1802年には一時的に、プラハを訪れた。ロップコビッツ伯爵の宮殿でバイオリンを演奏中に、脳卒中の発作を起こして急成した。63歳。作曲家としては、ほとんど忘れられた存在となっているが、非常に多作であり、20曲の歌劇、20曲のミサ、30の競争曲、90曲の公共曲のほか、様々な編成のための室内枠を残している。 今日では、木簡と弦楽のためのディベルティメントや、小編成の室内楽曲、金管楽器のための合奏曲が、時折演奏されるにとどまるが、時折公共曲が録音されることもある。ありがとうございます。